社長さ、大学サボったことあるええー、もうサボりまくっとおけん。6年間行って単位40単位ぐらいしか取れんかったけん。ほんとに。6年間行ってよ。120単位取らな卒業できんってよ。6年間通ってよ。みんな4年間で120単位取るってよ。俺6年間で40単位やったけんね。うん。計算したらあと10年間で卒業できるぐらいやった。うん。無理やろ。めちゃめちゃサボっとった。 めちゃめちゃサボってた。なんでね、今意見言うけど、これ言ったことあるんやけどね、実は。あのなんで俺が大学にね、その行ってもないのに6年間通いよったかっていう理由はね、奨学金もらってた,ったっけんね。あとね、当時ね、学生ローンっていうところからも金借り取ったんよね。あの、借金まみれだったっけん。 学生ローンっていうのがあるんよ。あの、高田のババにいっぱい。高田のババ以外にもあるのかもしれんけどね。俺高田のババの学生ローンからいっぱいお金借りとったけんね。あの、学生、大学生やったらね、貸してあげるよって簡単に貸してくれるよね。うん。あの、学校のために使いますって言ってね。本当は全然違うんやけどね。イベントやったってイベントこけて、箱代払いんかったとかってね、スタッフに給料払えんみたいなんでね、いっぱいそこ払いよったんやけどね。うん。 ほら、俺お母さんしかおらんけん、片親やけんさ。奨学金も結構いい奨学金が借りれるわけよね。<laughs> あの、そう、あの、申請したら、あれやっぱ家の貧乏度によって、あの、奨学金借りる金額とか、あの、制度って変わってくるけんね。そう。っていうので大学を一応続けとったね。うん。っていう。駒沢、普通にすごいけどな。そうなんよ。これちょっと一個だけ言わせてもらっていいですかなんかね、俺ね、あの、駒沢大学に受かるため、駒沢大学やったら誰でも行けるんじゃないみたいな動画を何回、何回か動画でこういう喋ったことあるよね。それの切り抜きかなんかが、 なんか、こう、回ってきてね。お、oh, TikTok で回ってきたお俺の切り抜きや、みたいな感じで、ちょっと見よったわけよね。で、駒沢なんて簡単だよ、行かれよ、頑張れよ、みたいなこと言いよってね。で、あの、コメント欄がね、でもちょっと荒れとったんよ。 本当に。お前、駒沢ごときでちょ、シャンナとか、駒沢ってそんな賢くねえから、みたいな、駒沢ぐらいで、みたいなことを、すごい言ったんやけどね。これだけ言わして。駒沢って、良くも悪くもない学校なんよね。駒沢を頭悪い学校ってめっちゃ、本当にびっくりする。本当に。その動画のコメント欄みんなに見せてやりたい。コメント欄に、なんか、駒沢を頭良くないみたいなコメントがいっぱいあったっちゃうけど、それは言わせてもらうけど、駒、<laughs> あ、何やろうな。 学歴マウント取りたいだけと思って、分かったけん、みたいな。もうそういうこと書いたやつって多分、駒沢より上に行ったやつと思っちゃうね。だってそうや。駒沢にも行ってない高卒とかさ、中卒とかさ、もっとエフラン大学とか行ったやつが、駒沢のことバカにはせんや。駒沢ごときで、みたいな。駒沢より上におるわけやんね。絶対にそういうこと書いてくる人って。けど、それってもう、常識が逆にないと思っちゃうん。賢いわけやん。だってその人たちって。慶応とかに行ったわけやんだった駒沢のことバカにするってことは。ね。 その駒沢が決して貸しっぱいかって言われたらそうじゃないけど、馬鹿ではないやん。けど、駒沢のことバカっていうコメントがいっぱいあったっちゃうんね。あの、なんなんやろな。例えばさ、俺が身長が173センチです。173センチですって言ったら普通やん、普通に考えたら。190センチのやつが来て、173センチって低身長だよって言ったら、それは違うやん。<laughs> 普通だよってなりゃわかる。 あ俺が例えばさ、年収がさ、今、その、日本人の、俺の年齢の平均年収はわからんけど、例えば400万ぐらいやったとしたら年収がね、俺、年収400万ですって言ったときに、低所得じゃんって言ったら、いや、低所得ではないよってならん、んわかる。お前がい、いくら年収1000万、わかった。君が年収1000万あるのも、2000万あるのもわかりましたと。お前からしたら、低い方かもしれんと。 けど年収400万は別低所得じゃないし身長1 7 3ンチやったら低身長ではないやんだけそれってシンプルに常識があるかないかの話と思っちゃうね駒沢はその大学にいった人行ってない人専門学校の人とかって大量におるわけやけん普通に考えたら普通なんだねそれを低学歴って言いようコメントを見てこの人の方が常識なくねって思った俺は <laughs> そうねね どのくらいに物事があって、普通の人の、自分は頭いいかもしれないね。俺より頭悪いな。これは正しい。その人が KO をっちゃったら。けど、普通に低学歴じゃねって言ってくるのは、普通の常識がないな、この人って思った。うん。と思う。よね。そうよね。ャャャチャンネル登録してねチャンネル登録してね